節魔勘にゃらみた神妙漢字財宝作業人あんにゃらみた辞書剣豪運海空道一切空役者利子四季ウイクグウイ四季四季俗税空空俗税四季十創業四季役分尿税者利子税小奥総雨小雨滅空女不造無限税航空寿無四季無重創業四季無限二微税新二無四季商工未速報無限海内四無一四季海無無名役無無名人内四無老四役無老四人無空寿滅道無知役無得意無償特攻膨大サッターへ般若ら見た子死無形下無形下公無空恩利一切天道無相空境涅槃三世小仏へ般若阿羅蜜多功徳阿耨多羅三脈三宝大高知般若阿羅蜜多勢大臣修勢大名修勢無常修勢無等道修能上一切空真実功公説般若阿羅蜜多修足是修圧ギャテギャテあらぎゃてあらそぎゃてぼうじそわかはんにゃしんぎょう2015年10月27日、23時40分、ツイキャスの皆さん FC2 の皆さんネットラジの皆さんこんばんは工房くんカフェの赤の人です。今日はどんな一日でしたか？私は割と早めに目が覚めて、朝起きたら焼きたてのパンを食べてハッピーな一日だったかな。そんな感じでした。さて、予定通り遅れましたけど予定通り遅れるってどういうことだ。それでは仏弟子の告白続きを読んでまいります。仏弟子の告白テーラガータ中村はじめ役岩波文庫。本日は14ずつの四句の修正、だいぶ長くなってきましたね。コンパクトに一句ぐらいで、ズバッと確信をつく詩もありますけれども、長く、長々とね、自分の境地などを歌い上げるものもまたこれはこれで趣がありますね。それでは参ります。第645句。私が出家して家に住む状態から家のない状態に入った時に、私は憎悪を伴った卑しい意向を持つことはなかった。第646句。私はこの長い時期の間、これらの生き物は殺されよ、殺戮されよ、苦しみに遭うようにという意向を持つことはなかった。第647句。しかし私はブッダの説かれたように無量の慈しみをよく収め、順次に実践して積み重ねたのを知っている。第648句。我は万人の友である、 万人の友である、万人の仲間である、一切の生きとし生けるものの同情者である。慈しみの心を収めて常に無障害を楽しむ、この無障害、障害をしない、傷つけない、損なわない、これがいわゆるアヒンサでございますね。第649句。私は心が動揺せず不動であるのを喜ぶ。私は悪人が実践することのない清らかな安住の境地を収める。第650句。全き悟りを開いた人ブッダの弟子は思慮のない境地に到達した。彼は尊い沈黙を常に身に具現している。第651句。岩山がよく安定していて不動であるように、修行僧は名門を滅ぼし尽くしているから、名門迷いと、迷いですね。名門を滅ぼ
滅ぼし尽くしているからおののかない山岳のように。第652句、汚点がなく常に清きを求めている人には、毛の先ほどの悪でもまるで雲のように見える。第653句、辺境にある城壁に囲まれた都市が内も外も守られているように、そのように自己を守れ。瞬時も虚しく過ごすな。第654句、我は死を喜ばず、我は生を喜ばず、雇われた人が賃金をもらうのを待つように、私は死の時が来るのを待つ。第655句、我は死を喜ばず、我は生を喜ばず、よく気をつけて心がけながら死の時が来るのを待つ。第656句、私は死ブッダに仕えた、ブッダの教えを成し遂げた、思いには下ろされた、迷いの生存に導く者は根こそぎにされた。第657句、私が出家して家なき状態に入ったその目的を私は達成した。それはすべての束縛を滅ぼし尽くすことであった。第658句、怠ることなく努め励めよ、これが私の教え戒めである。さあ私はまどかな安らぎに入るであろう。私はあらゆる事柄について解脱している。霊畑長老。第659句、血統の良い春芽が荷を結びつけられていても荷に耐え、過度の荷物に心が乱されていても首引きを離れないように。第660句、水の満ちている海のように、知恵に満ちている人々は他人を軽蔑しない、これが生きる者どもの尊い断りである。このなんか海のように知恵に満ちている人々っていうのは結構まあ我々も今使っていてですね、人入教造知恵入会、知恵が海のようだ、使いますね。さて続けます。第661句、かの若き人々は時間のうちにやって時間に支配され、種々の迷いの生存に赴き苦しみを受けてこの世で悲しむ。第662句、楽しい事柄にウキウキして高ぶり、苦しい事柄にがっかりして沈み、愚人どもはその両者に悩まされる。事柄をあるがままに見ないので。第663句、苦楽のうちにやりながらも猛衆を超えている人々は入り口の石のごとくに安定している。彼らはウキウキして高ぶることもなく、がっかりして沈むこともない。ここで猛襲と苦楽のうちにありながらも猛襲を超えている。猛襲は先ほども出てきましたが、ここはシーパニーというふうに書いてあるんですが、注釈ではタンハーと同じである。タンハーは割愛というふうに訳します。喉が渇いて渇いて仕方がない時にですね、何日も水を飲んでないような時に、ああ一口、せめて一口水が飲みたいなとこう祈るような、すがるような、本当に喉から手が出るほどではないですけれども、そういうふうな欲求ですね。それがタンハーです。続きいきます。第664句、実に利益にも損失にも名声にも名誉にも非難にも称賛にも苦しみにも楽しみにも。第665句、彼らはいかなることにも汚されない蓮華の上の水滴のように
たけき人たちはあらゆる事柄について楽しく、あらゆる事柄について破れることがない。第666。正しい方法による損失の方が優れている。ちょっとごめんなさい、ちょっと一行抜かしました。第666。正しい方法による損失もあり、不正な方法による利得もある。不正な方法による利得よりも正しい方法による損失の方が優れている。第667句。英知の少ない人々が名声を得ることもあり、聡明な人々が不名誉を受けることもある。聡明な人々の受ける不名誉の方が、英知の少ない人々の得る名声よりも優れている。第668句。愚人から称賛されることもあり、また識者から非難されることもある。愚者から称賛されるよりは、識者から非難される方が優れている。これはどう考えてもそうなんですけれども、やっぱりね、人間ってね、褒められるのは嬉しいし、注意されるのは嫌なものなので、なかなかね、その耳に心地の良い褒め言葉の方を受け入れたくなりますよね。ただやっぱりその人によっては厳しく教えてくれる、まあその時はね、分からなくても後で非常に役に立つっていうことはありますよね。私もまあ、修行時代は非常に厳しい先生だったので、もう本当に辛かったですね、正直。でも今になって思うとありがたいなと、あれだけよく教えていただいたんだなって思ってます。まあ、いい加減にね、いいんじゃないのそれで、なんて言われるんではね、やっぱり上達は何事もしないと思うのでね。あとはやっぱり自分に厳しくてストイックでないとですね、やっていけないっていうのはあると思いますね。まあでもね、そうやって張り詰めてばっかりいてはいけないので、リラックスする、心を解放する手段っていうのも必要にはなると思いますけれどもね。まあ要はバランスでしょうか。さあ続きいきます。第669句。欲望の気楽から起こる気楽もあり、また一人遠ざかり離れることから生ずる苦しみもある。欲望の気楽から起こる、ごめんなさい、これ快感ですね。欲望の気楽から起こる快感よりも、気楽、快楽ですね、一人遠ざかり離れることから生ずる苦しみの方が優れている。これもそうですよね。やっぱりよっぽどこう特殊な性癖のある人以外は、まあ楽しいことをしたいですよね。ただやっぱり最近いろいろ研究をされてきて、こう、まあ、我々もある部分では携わっているわけですけれども、人間の心って少しね、ストレスを与えた方がいいんですよね。やっぱり遊びほうけているとですね、あまり良くなくてですね、適度なってことが大事なんですけども、ストレスをかけることによって逆にリラックスするっていうのもあるんですよ。例えばですね、写経なんかがそうですね。お写経なんか、その筆というあまり普段持ったことがないものをですね、使ってですね、まあ、少し集中すると、その集中するストレス、いいストレスをかけてあげる。それでね、非日常感、普通の状態と違う状態が味わえるということはあると思います。さて、じゃあ続けていきます。第670句。不法なことをして生活することもあり、また法を守って死ぬこともある。不法なことをして生活するよりは、法を守って死ぬことの方が優れている。まあこれはいろいろ議論は出そうな気もしますけれども、ちょっと私どもの考えから言わせていただくとね、例えば命が何よりも大事です、命以上に大切なことはありませんというふうに言ってしまうのだったら、それは仏教じゃなくて生命至上主義ですよね。例えば、まあ日本のね、いろいろな祖師の方々が、まあ、命がけで中国に渡りましたよね。昔、日東
あるいは遣隋使とか遣唐使とか、あとは宋、宋の時代になってもね、行き来をしていましたよね。当時としては非常にその危険な航海をしてですね、半分ぐらいは海の藻くずになってしまったと思いますので、行ったらだって帰ってこなくちゃいけないしね。そうするとね、やっぱり自分の命を惜しんでいたらそれはいけないですよ。行かない方がいいですよ。あとはそうですね、中国の人たちは入塾僧、インドまでね、お経を取りに主教僧の人たちが行ったわけですよね。それだってね、もし生命至上主義だっていうんでしたら、今と全然状況が違いますから、それはね、行っちゃダメなんですよ。でもそうじゃないんですから、そこはね、やっぱりね、命にも代え難いものっていうのは我々にとってはあるというしかないですね。ちなみに日本のお坊さんで、天竺を目指して行った人が、一人おります。ですね、それは、平城天皇の皇子で皇太子になった、高岡親王という人なんですけれども、その人は、同じさも行かなかったインドに行こうと計画を立ててですね、60を過ぎてから旅立つんですけれども、途中で消息を絶ってしまう、東南アジアの辺りで消息を絶ってしまうと、こういうことらしいです。さあ、それでは続いていきます。第671句。伽羅も怒りも捨て去って、種々なる聖像のうちにあっても心静まり、執着することなく世の中を歩む人々、彼らには快も不快も存在しない。第672句。彼らは悟りを得るための7つの事柄、5つの優れた働き、5つの力を収めて、最上の静けさに到達し、穢れなくしてまどかな安らぎに入るであろう。まどかなっていうのは丸いと書きますが、完全なという意味ですね。欠けたところがない。合だった長老、以上四句の要目、14ずつよりなる四句の修正には、大神通力ある令和だと合だったという2人の長老がいて、四句は28ある。以上14ずつの四句の修正終わる。少し早めですのでね、もうちょっとだけ読ませていただきましょうかね。次はですね、15というのはなくて16ずつの四句の修正。第673句。大いなる味わいのある教えを聞いて、そこで私はますます信ずるに至った。いかなる点でも執着がなく、欲情を離れていることが真理として説かれた。第674句。この世では大地の林縁のうちに、曼荼羅というふうに言い換えてもいいと思います。大地の林縁のうちに多くの美しい姿がある。それらが欲はあるが欲情を伴う思いをかきたてると私は考える。第675句。風によって吹き上げられた塵を雲が沈めるように、人が明らかな知恵によって見るときに、もろもろの欲望の思いが静まる。第676句。一切の形成されたものは無常である。いわゆる諸行無常と明らかな知恵をもって見るとき、人は苦しみから遠ざかり離れる。これこそが人が清らかになる道である。第677句。一切の形成されたものは苦しみである。いわゆる一切皆苦と明らかな知恵をもって見るときに、人は苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である。第678句。一切の事物は我ならざるものである。いわゆる諸法非我と明らかな知恵をもって見るときに、人は苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である。第679句。鋭く努め、
勤め励む懇談や長老はブッダに従って悟った人であり、生死を断じ清らかな行いを完成した人である。第680句。激流と名は強固な杭、砕きがたい山がある。精神を統一して瞑想するかの人は、杭と縄と破りがたい岩山を断ち切って流れを渡り、悲願に達し、悪魔の束縛から解放されている。第681句。気が高ぶって浮ついている修行者は、悪友のゆえに波に打ちのめされて大きな激流のうちに沈む。第682句。気が高ぶらず浮ついていない、苦しみ慎み深くカンカンを制御していて、付き合う友人の良い聡明な人は、やがて苦しみを終滅させるであろう。第683句。手足はカーラージュの結節のようであり、カーラージュ、カーラーという木ですね。体は痩せて脈管が現れているが、飲食物について適量を知っているから、この人は心が貧しくない。第684句。森や密林の中にいて、蚊やアブに刺されながらも、そこで正しく思いを凝らし、じっと耐え忍ぶべきである。先頭の先人にいる象のように。第685句。我は死を喜ばず、我は生を喜ばず。あたかも雇われた人が賃金をもらうのを待つように、私は死の時が来るのを待つ。第686句。我は死を喜ばず、我は生を喜ばず。よく気をつけて心がけながら死の時が来るのを待つ。第687句。私は死ブッダに仕え、ブッダの教えの実行を成し遂げた。思い荷を下ろし、迷いの生存に導くものを根こそぎにした。第688句。私が出家して家のない状態に入った、その目的を私は達成した。私はどうして僧林に住む必要があろうか。アンニャ・コンダンニャ長老。このコンダンニャっていうのはですね、私高校の時の倫理の時間に初めて仏典に触れた時に、誠にコンダンニャは悟ったっていうのを言ったいうセリフがあったのが非常によく覚えてるんですけれども、この人はですね、釈尊の一番最初の弟子、お弟子さんというのが5人いるんですけれども、その5人のうちの1人なんです。六夜音というね、鹿の園のところで最初の説法、昇天法輪っていうのをするんですけれども、その時に、それを聞いていたのは5人だけなんですね、たった5人。ところがそれを聞いて、あらかになっちゃう、悟りを得ちゃうんですね。それで、ここにもちょっと注釈にですね、中村先生の注釈に載っています。ブッダが、実に懇談者は悟ったと称えたので、アンニャーシっていうのは、あだ名ですね、悟ったというあだ名なんですね。なのでアンニャーシ、アンニャー懇談者というふうに呼ぶということです。続きます。第689句。人間たるものである正しく悟った人ブッダは、自らを制し心を統一し、ブラフマンの道において振る舞い、心の安らぎを楽しんでいる。サルタチさん、こんばんは。コンダンニャ、ちょっと可愛いですよね、名前ね。確かにね。続けます。第690句。一切の自性の彼岸に到達した人ブッダを、人々が狂来し、神々でさえも狂来するということを、私は新人アラハットから聞いた。新人、誠の人という意味ですね。第691句。一切の束縛を超越し、煩悩の林から、林つまり煩悩のない境地に到達し、諸々の情欲から離脱することを楽しんでいる。岩山の近郊から精錬されて作られた黄金のごとくに。サルタッチさん、サトッタッチです。かわいい、それサトッタッチいいね。オイラもなんかそういうかわいいあだ名が欲しいな。続けます。第692句。
かのなが、なが、まあいいか、この通り読みますね、とりあえず。かのなが、いわゆる像、つまりブッダは、他の者どもに打ち勝って輝く、ヒマラヤ山が他の山々に打ち勝って輝くように、ナーガと名付けられるあらゆるもののうちで、彼こそ真にその名にふさわしい無上のものである。第693句、私はそなたたちのためにナーガを褒めたたえよう。彼はいかなる罪をも作らない。ナーガの前の両足は乳輪と不障害とである。不障害、傷つけない、損なわない、アヒンサのことですね。サルタチさん、お茶ありがとうございます。続けます。第694句、ナーガの他の両足は気をつけていることとはっきり注意していることである。偉大なるナーガは真、信じるの真ですね。真という花を持ち、平静という白い牙を持っている。第695句、彼の首はよく気をつけることである。彼の頭は知恵である。鼻で嗅ぎ分けて慎重に考察することは真理を考察することである。我は教えを母体として享受している。彼の尾は別離して一人でいることである。第696句、彼は瞑想に沈潜し、息を吸い込むことを楽しみ、内的にも精神が統一されている。ナーガは歩んでいく時にも心が統一されている。ナーガは立っている時にも心が統一されている。第697句、ナーガは伏している時にも心が統一されている。座っている時にも心が統一されている。ナーガはどこにいても自己を制している。これがナーガの完全な姿である。第698句、彼は罪にならないものを受容し、罪にななるものを受容しない。食物と衣服等を得て蓄えられたものを受容するのを避けている。第699句、微細なものであろうとも、粗大なものであろうとも、束縛や縛るものをすべて断ち切って、彼はどこへ行こうとも期待することなしに行く。第700句、701句、白蓮華が水の中に生じて成長するが、水に汚されることなく芳香あり麗しい様子に、ブッダは世間に生まれ、世間で暮らしているが、しかも世間に汚される、汚されることがない。グレンゲが水に汚されることがないように。第702句、大きな火が燃え立っていることも、薪がなくなると消えてしまう。燃え残りがあっても火は消えたと言われる。第703句、その意味を明示するために、この比喩が諸々の識者によって説かれた。偉大なナーガたちはナーガによってナーガが説かれたのを知るであろう。第704句、浴場を離れ、像を離れ、名門を離れ、汚れなき者となって、ナーガは身体を捨て、汚れなく、まどかな安らぎに入るであろう。ウダーイン長老、ここに宿の要目がある。16ずつの宿の修正のうちには、アンニャーコンダンニャとウダーインと大神通力のあるこの2人の長老がいる。宿は32ある。16ずつの宿の修正終わる。サルタチさん、素晴らしいですね。ナーガさん、ほんまですね。それでは赤文字が来ましたので終わりにします。ギャテギャテアラギャテアラソギャテボジスワカギャテギャテアラギャテアラソギャテボジスワカギャテギャテアラギャテアラソギャテボジスワカハニヤ神業ナムダイ神城金剛ナムダイ神城金剛ナムダイ神城金剛ナムダイ明神ナムダイ明神ナムダイ明神元に宿徳牛一切が東洋諸城海牛成仏道。はい、それではですね、この後、枠を切り替えて、ガチリンカンを15分ぐらいやりたいと思いますので、参加をなされる方は待ってください。お休みになる方はお休みになってください。明日もきっといい日。おやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティーン。また明日。